はいどうも、アキです。白猫プロジェクトやっていきます。いやー、来ました。待ちに待ったブレイブザライオン、ブレイブザフォースエイト。はい、最近ね追加されたキャラたちの、モチーフ武器っていうやつですかの武器ガチャが来ました。というのも、まあ僕ね、そのガチャ引きまして、テトラちゃんとメアちゃんをなんと、初回の11連で出すっていう割と神引きをしてしまいました。はい、今のところ白猫割と、ガチャ運がいいです。なので実際怖いところはあるんですけれども、特にドラゴンライダーね、武器があんまないんだよね。まあ僕はもう何も持ってないので、ドラゴンライダーの武器ここで引かないことにはね使えないので、もうここは勝負かなと思います。とりあえずまあ10連はするんですけれども、そうですね、まあ石もね無課金でやってて1325個貯めてて、いや結構ここでねメアちゃんテトラちゃんのモチーフ武器出せるかどうかって結構大切になってくると思うんですよね。なのでここはねしっかり引いていきたいと思います。とりあえず10連引いてその後のことはまた考えましょう。あとまあ欲しいところで言うと、双剣と槍ですねは武器、星さんの武器を使ってるのでその辺は欲しかったりもします。やっていきましょう。いやー来るね、緊張するね。いや今まで逆にね引き運いいから怖いっていうところあるよね。頼むよ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 、マジで頼む頼む、テトラ使いになりたい、テトラ使いになりたい。おお、今のは何、星音がとりあえず1個出た。でも星音1個来た超超やばない。これテトラちゃんのやつって、これかどうかわかんないけど、とりあえず狙いの、ちょっと待って、そして星4じゃない、1,2,3,4,5、星5なんだけど、マジで、ちょっとこれのこんなことがあって、初心者の僕にのマジで、ちょっと見よ見よ見よ、新クリスタルクリバー星5、これだよね、ドグンオーラ。星5、武器って星5と星4があるんだっけ。いきなり星5が出ることあるの、星4が当たりなんだよね。星5って相当すごいこれ。いやマジで、けどテトラもしゃ、いやテトラを初回11連で引いてこの武器も引いていくっていうやつ、どれだどれだ、今引いたのは、今引いたのはどれだ、これか、ちょ待って、先に、いやマジか、引き運良すぎてさすがに引いたわ。ただねテトラちゃんまだ僕ランクも40いくつなので、非常にテトラちゃんコストが高いんですよ。コストね16もまだ、親密度があのあれね、なんだったっけ、友情覚醒してない状態で16もあるので、なかなかまだ親密度等々上げれていないんですけれども、いや来たわマジか、やっぱテンション上がった、やばオートスキルこんなにある武器手に入れたの初めてなんだけど、いややばしやばしやばし、いや超嬉しい。いやメアちゃんは最悪、斧の武器は一応星4の武器一つ持っていたので、まあまあいいかなと思ってて、テトラちゃんがどうしても武器欲しかったんですけど、いやマジか、完璧すぎた。しかも敵撃破時に HP2% 回復だと、やべえやべえ嬉しい、やべえ嬉しすぎて声が大きくなって、音割れしてないかどうか心配になってくるぐらい嬉しい嬉しい。オートスキル、しかもスキルプラス 5% に燃焼無効、よっしゃ燃焼無効だと、強ないかこれ、強くないかなこれ。あ一応星さんのも一緒に出た。いや、やばし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 。テトラちゃん強し。いや、育てよ。早く、ランク上げしよう。ランク上げしよう、早く。もう、どんどん、やり込もう。パーティー全員の消費スピールを小カット。やばし。しかもこれ、武器さらに進化していくよね、まだこっから。いやー、強化しよう。よっしゃ、嬉しい。マジかよ。いや、普通に嬉しいわ、これは。これは普通に嬉しい。いや引き運いいな。
なんか最近パワプロでも引き運いいし、やばいんじゃない？交通事故合わないように気をつけないと。いや、嬉しい。マジか。あれ、これ以上進化できませんだと？どういうこと？星5で、ん？ん？ん？どういうこと？星4で排出されるやつがもともと進化する必要がなくて、星5で排出されることもあるの？え、ラッキー、進化しなくていいの？これ以上進化できないの？本当に。え、ラッキーなんだけど、そしたらいろいろルーンが節約できて。え、マジこれじゃあ超神引きだったのかな？今まで星5が武器ガチャから多分出たことないんだよね、まだ。いや嬉しい、いや嬉しい。でもこれは新クリスタルクリーバーだっか、新クリスタルクリーバー、やったー。だってここに1番に出てるってことは多分いい武器なんだよね。いやーもう本当にこれは嬉しい。いやーありがとうございます。ということで、いいキャラ引いて、そのいい武器まで引いたんだから、ここからはプレイヤースキルをね、上げていかないといけませんね。はい、精進していきたいと思います。というか、まずは使うためにはコストだから。あ、けどそうか、ランクじゃないんだ。コストはランクじゃなくてこっちなんだよね。時間かかるんですよね。なんだったっけ、あれか、レストランか、なんかレストランじゃないか、なんだ、ん、宿屋かレストランかどっちか忘れたけど宿屋か。なかなかまだそこは辛いんですけれども、まあね、頑張って、まあ、親密度からまずは上げていきたいと思います。よっしゃ、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。またね、テトラちゃん使用する動画も今後上げていきたいと思いますので、そちらの方もお楽しみにしておいてください。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。